レスフォース2021お願いします。もうすごいですよ、ロッテ今週強いですよ、ね、4勝1敗1引き分けで、すごかったですね佐々木くん、あのね楽天戦、マー君と投げ合って、はい、マー君も2失点でしたけど佐々木君も8回2失点で、いや9個三振、素晴らしい、まっすぐでバンバン取れるようになって、空振りで見ましたよ、これで158キロですよ、早かったですね、今シーズンで160キロ投げちゃうんじゃないですか、いいですね、球がもう全然俺たちがあの ZOZO で見た時ともう球がもう違うもんね、うん、なんかすごかったですね、プロの球になってきた、ね、プロの球、はい、で二木君もいいピッチングで5勝、はいはい、で小島君も7勝、はい、完投、すごいですね、プロ初完投、絶好調ロッテ、浦和学院、はい、いやそしてマーティン25号、はい、レアード21、22、23、22はサヨナラですからね、すごい9回ツーアウトからダーンと、それで荻野君も8号、中村君も今日8号、はい、いや強い乗って、今日はオリックスが負けてしまったんで、はい、ゲーム差が2、おつきましたよ、ついに、いやすごいですね、つきましたよ差が、うん、いや今月末行かないと、マッコイちゃん、いや家事に連絡してますからね、うん、行かないと、確かについに貯金が12ですね、2桁に乗りましたよ、3連勝ですからね楽天に、いやー素晴らしかったですね、オリックスもそうですね、山本君この間完璧で13勝目、はい、もう両リーグトップ、防御率も奪三振もトップで投手三冠ですけども、T 岡田君が帰ってきましたが、やっぱり吉田君がいないのが痛いですね、そうですね、まあラオウが打ってますけど24、25、26、はい、すごいでしょ、26今日打ってパ・リーグトップになりましたね、ギーダー抑えトップになりました、だけどなでもね元気だね、大下君っていうね、去年支配下選手になって、それでいきなり出てきてホームラン打ったんですけど、また今シーズン初めてかな、一軍上がっていきなり代打でホームラン打って、でまたもう一回回ってきて、サヨナラで満塁でセンターオーバーでサヨナラヒット打った、すごい元気がある選手で、いいですね、声すごい出てて、だから今ちょっとチームは吉田君がいないんで沈んでますけど、ああいう元気な大下君みたいな声出していくと、まだまだオリックスも、いや頑張ってほしい、楽天も則本君が完封していい感じなんですが、ちょっととこの3立て痛いですね、連敗するとまたズズリッと下がりますからね、あ確かに、ソフトバンクも千賀君がいいんですけど、ギーダもちょっと今あんまり調子良くなって、カイ君もちょっとスタメンから疲れちゃったかな、オリンピックで落とされて、ちょっとソフトバンクピンチって感じです、頑張って、はい、そしてセリーグお願いします、セリーグも今そうですね、阪神いいんですけども、ひたひたとヤクルト、いや言ってましたもんね田中さんね、はい、今日負けちゃったんで阪神、はい、でヤクルトが今1点差でリードしてるんですけど試合中で、はい、ヤクルトが勝つとここが2ゲームになりますね、そうですね、奥川君も本当に良くなりましたね、6勝7回2安打、村上君32、33、テッド27で、あのサンタナ・オスナという外国人も打ってますし、はい、ひたひたと来てますね、これは行くんじゃないですかヤクルト、だって残りゲームは多いですね、ちょっと多いんで、あの残りゲームを毎回言いますけども勝つと、はい、ほぼ並びか超えていくという、それにしてもジャイアンツが今6連敗中、今ゲームしてるんですけど、菅野くんが中4日で投げるという緊急事態、この間菅野くんフルボッコですからね、そうですね、いやジャイアンツちょっと原さん頭痛いんじゃないですか、今日今の状態は1点差で勝ってる、だから現在6連敗で止めれるかどうか、いや止めないと、中日そうです、柳井君
抑えて9勝、はいはい、で今週すごかったのは広島の鈴木誠也くん、ね、6試合連続でホームラン打って、ね、はい、23、24、25、26、27、28と今週乗り乗って6発打ちましたよ。すごいですね、1週間 で、ね、それで坂倉くんという日大三高出身で、いいバッターで、規定打席足りた時に首位打者で来たんですけど、今2位かな。でもいいキャッチャーで、打てるキャッチャー、今いいですよ、ね、セ・リーグ2位かな、打率日大三高出身。いや頑張ってほしい、坂倉選手、ね、覚えておいていただきたい、はい、お願いします。そして大谷さん来た、44号、投げる日の1打席目にドンと打って、うん、でもその日まあアストロズだったんでちょっと捕まっちゃって、3回3分の1、9安打6失点で負け投手になっちゃった、久々に負け投手ですね、2敗目今シーズン久々に負けましたね、9勝2敗、はい、でも44号、でもここで今ゲレーロジュニアも今日43打って1本差です、ホームランも あららららら、あと20何試合、いやー負けてほしくないな、大谷さん打ってほしいな、本当にあと3週間です、うん、10月の第1週までなんで、いやーゲーム打ってほしい、もう本当に3週間50本いったら大丈夫かな、512本かな、いってほしいな、ホームラン争い、いや本当に東北の星ですよ、44号です。うん、でダルビッシュ君、ダルさん久々に今日今週8勝目、いやすごい、ちょっと連敗続いて、はい、失敗してたんですけども、はい、6回3安打1点、ビシビシにまっすぐ行ってましたね、かっこいい、筒香選手が7号、はい、サッカー、はい、日本代表心配してましたけど、もう地上波でやらないんですから、いやね、テレ朝変えないんですから、もういや、なんでよ、見たかったのに。だから、ユーロチャンネルじゃないと、ダゾーンじゃないと見れないんですよ。いや残念だった。でも、大迫君が、もう完全、カンフーキックでね、この辺で足上げて、入れてましたよ。って。もう意地ですよね。1-0。でも、1-0だもんね、うん。中国ですよ。ほとんど、ボール押さえてたでしょ。大丈夫かな。60から70%、ポゼッションあったのに、うんうん、1-0と。ちょっとね、得点力が。来月ですよ、うん。来月、オーストラリアとサウジ。オーストラリア強いですよ。この10月が、うん、まあちょっと、日本のワールドカップ。そうですよ、本当に。黄色信号から、うん、ひょっとしたら。ちょっと、タカさん言うと当たっちゃうから、プラスなこと言いましょうか。本当に黄色信号になったりするから。だからやっぱ南野くんとか、いやもっとね、怪我してる人が状態上がんないと、いやもうね、久保選手 もうどんどんもっと使ってほしいですけどね。あ、この間久保くんがかなり回してトップ下で、うん、もうああいうスター選手をどんどん使ってほしい、うん、いや来月ですね、サウジ そしてオーストラリア、強いですよ、この2試合本当にやばいと思いますよ。え、サウジはホームでやるんだっけ、オーストラリアアウェイだっけ、だ降りていくのか、確かにそうですね、あ、違う、サウジはアウェイだ、サウジはアウェイで、おいでホーム帰ってきてオーストラリ ラリアだから、そうだよ、あの森保監督はいるんだもん、うん、ヨーロッパにいて、うん、ヨーロッパ組視察してるんだ、なるほど、次の試合に向けて、ええ、もう動いてるんですね、ええ、いやちょっと日本代表頑張ってほしい、全米オープン、はい、19歳同士で、エマ・ラドカヌちゃんというイギリスの女の子が19歳大坂なおみちゃんを破ったフェルナンデスちゃんという19歳のカナダの女の子を19対決破って、で2人ともお母さんアジア系で、ちょっとアジアの血が入って、ラドカヌちゃんのお父さんはルーマニア人なのかな、でお母さんがアジア系のお母さんで、
カナダで生まれて今イギリスで、テニスを今教えてもらってて、イギリス国籍を取得して、ラドカノちゃんイギリス人で40何年ぶりの全米女子オープンチャンピオンで、この子は、カナダで生まれて今フロリダかな拠点、フロリダで去年拠点を持ってて、大阪直美ちゃんやっつけて、シード選手どんどんやっつけて、今日19歳同士いい挨拶してたな最後、今ニューヨークも大変な20年を過ごしたのに、素晴らしいファンが今日はもう集まってくれて、いいテニスができました、ありがとうございましたっていい挨拶してたな。19歳、ラドカノちゃんもちゃんとしてたな、スピーチ、ね、どんどん出てくる。そして今日の朝5時からいよいよ何がジョコビッチ対メドベージェフ男子決勝、やっぱテニスもね、ジョコビッチ勝つと全部全豪全英全仏全米と4つ1年間って全部1人で取るっていう、そういうのなんて言うんですか、グランドスラム。あ、それがグランドスラムって言うの。オリンピックの金メダル取るとゴールデンスラムとかいうあれだったんだけど、オリンピック負けちゃったから、だから一応今回の4大トーナメントは全部取ったら、いやでも十分ですよね、グランドスラム、すごいですよ。いやすごいですね。メドベージェフ勝てるかな、メドベージェフっても今年の全豪でやられてるんですよ、うん、あれ以来かなメドベージェフとやるの。そんなすごいですかジョコビッチって。いやもう、どんな球でも返してくるって感じ。ズベレフも結構いいテニスしてたんですけど、結局最終セット振り切られましたね、3-2 でやられました。でもメドベージェフは 3-0 で上がってきたんで、体力的にはメドベージェフ有利、今日の朝5時5時、いやこれもう寝れないですね。寝れないですね5時、本当に、そしてずっと起きてる今週の鎌ヶ谷さん。あら鎌ヶ谷さんお願いします。2軍で、出場機会なしという。嘘でしょ、杉谷さん危ないです本当に。いやマジですか。もう今日日本ハムの試合見てましたけども、本当に、若い選手がたくさんスタメンに名を連ねて、ちょっと杉谷さん危ないです。となるとスポーツ王も呼ばれなくなっちゃうじゃないですか。ピンチです。鎌ヶ谷さん頑張ってよ。頑張らないと、あんないい選手いないんだから。はい、危ないです。頑張ってほしいわ。もう坂ちゃんがもう辛い顔してるわ。心配してます本当に。さあそんなわけで好調ロッテ、今首位のロッテからなんかズブズブニュースが。そうです、やっぱり首位だけに、はい、もうカジーからすごいですよ。上機嫌カジーがもう、もう今日も坂ちゃんにということで、この間ですね、佐々木投手が、楽天戦で、マー君と投げ合った時のこの、はい、8回そうです、9奪三振そうです、佐々木さんがちょっと舞台裏というか、あの人やってました。無視じゃないですか。試合前なんじゃないですか。そうですね、ピリピリしてる時じゃない、ここに火事行っちゃったんだから、ほら試合前じゃん、火事試合前はほらルーティンあるんだから。やっぱ柔らかいな、この肩の周り、しなやかですね。あんなに動くの可動域が。
で。ああ、吉井君いるんだね。いますね。これで行ったんですね、当番に。お疲れ。そうです。打ち上げてどうですか。昨日いいピッチングできて、はい、よかったです。昨日すごくいいピッチング見えたんだけど、特に8回でも150球出てて、自分自身では昨日のピッチングをどう振り返りますか。球数少なく投げれたので、まあ、勝ちにつながる投球ができてよかったなと思います。マックス158キロ、ストレートの手応えは。空振りも取れたり、ファールも取れたりしてよくなってるかなと思います。三振9個だよね。はい、すごいね。あのどうしてもね、あのファンとかもそうだけど、田中選手との投げ合いっていうのをクローズアップされたけど、はい、あのコメントにあったように、やっぱり子供の時の自分に言ったら驚くだろうなって感じ、はい、そうですね。信じがたいですけどねすごい憧れてたので、うん、一緒に投げることができて、うん、本当にいい経験になりました。最近ちょっと高さん試合開始生で見に来てくれてないけど、はい、何かメッセージがあれば。いつでも待ってます。ぜひ来てくださいかわいい、ね、かわいいね。でも大人になったね。顔が、ね、顔が全然大人になった ね。やっぱりピッチャーでこう本当にさっきも言ったけど、うん、ますますこうプロの球になってきて、ま、うん、っすぐで空振りとかビシビシ取れるようになってきたから、うん、自信が自分で湧いてきてるね。それが顔に出てるよね。大人になりました。本当に全然あの始球式の時より大人っぽくなってる、ね。まあ、あと責任感もあるんでしょうね。いやこれからそのいわゆる50、うん、そうね、50年ぶりなわけですからね、うん、9月で首位って。ああ、単独首位ってロッテが。だからこのまま優勝するためには、うん、佐々木君もっと投げてもらって、そうですね、クライマックスシーズンだったら絶対出てきますね。優勝に向かって。いや嬉しいですね、ロッテ勝ったら。いや行かないと今月、うん、行きましょう。もうもうマッコイちゃん、はい、余計な営業入れないで。いや営業っていうか年一来るんですよ。え、講演会、あのこれで講演会の話すると、タカさんに言われるのはいいんですけど、もうわけわかんない人たちからてめえの講演会誰が聞くんだってコメントを同じことを言うやつがいるんですよ。タカさんと何を学ぶんだお前からとか関係ないコメントでディスられるんですよ。俺もうやだ俺。え、うん、だからそうやって思うのが俺だけじゃないってことでしょ、うん、いやまたこれで来るから。え、うん、で何を話すの大体その講演会。大体まあ経営学。経営学っていうか、まあ、企画。企画何の企画、まあ、企画というのはどうやって生まれるのかとか、あ、まあどうやってものの企画を考えているのかとか、うん、どういうふうな時に思いつくのかとか、うん、そういったことを中心に聞かれますね。というかさ、企画だとかそういったことより、うん、さ事務所をきれいにしなさいよ。ごめんなさい、事務所が汚いのよ。なんで、何が汚いですか。もうさっきもうムニムニとか全員に掃除しろって言ったんだけど、なんか食べ物の
食いかけだとか、じゃがりこね、じゃがりこ、あとなんか変な紙だとか、紙の毛、紙、紙くず、うん、それから変なチリチリの毛あれ何の毛なのね、このぐらいのチリ、誰かここで何を言ってんですか、スポーツバーなんであんな毛が落ちてんのね、分からないですよ、もうムニムニのストレスで蒸してんじゃないですか、あいつなんかさ汚いの、やめてよ今度うちの会社、もう何雨が降った日とか特になんだけど、はい、パッてってこう入ってるとなんか濡れた犬の匂いがする、いやもう湿度が上がると、野良犬の匂いじゃんそれ、なんか湿度が上がるそういう匂いがふわっとこう、そんなことない、開けた瞬間に、でもちょっとそれは言わない、でも営業の話とか部屋の話やめましょうよもう何を話すんだかさ、大体ちゃんとそういうところを清潔にしないと、うん、ほら神棚突っ立ってあなた運気、ね、運気がね下がるわよ、運が、うん、ちょっとそう気をつけます、だからもう言わないで来るからいろんな人がもう嫌なのよ、もうわけわかんないの、気をつけよ、でタカちゃん、またこの後すごいゲストが来ますから、このタカちゃんスポーツに、この後あの人が来ますから、あの人、はい、対談してください、特別編で対談、はい、あの人、あの人が来ます、博多のだからそれを言うとまたちょっともうやめましょうって何回言ったと俺ピー入れてるでしょ、もうなんで家庭壊すのよこれ以上家庭壊すって傷口に塩ばっか塗ってさ、違う違う、家庭壊すでしょじゃなくて家庭を何とかしようと思ってんのあなた、いやいやもういいでしょここで、俺みたいになるぞこの野郎、あらあら本当だお願いします、特別編、はい、この後特別編、キャプテン、キャプテン、よろしくお願いします、うわキャプテン来た、うわキャプテン、でけキャプテン来た、噛んでください、うわうわうわ危ない、ダメよダメよ